こんにちは、葉月ひまりです。今日はキャンメイクとセザンヌ縛りで春メイクをしてみましたので、どうぞご覧ください。はい、まず最初にキャンメイクのマシュマロフィニッシュファンデーションを使っていきます。このファンデーションは薄付きで、そんなにカバー力はないかなと個人的には思いました。コンシーラーはキャンメイクのカラーミキシングコンシーラーを使っていきます。このコンシーラーはパレットタイプになっているので、自分の肌の色に合わせて色を作って隠したいところを隠していきます。ちょっとね、ファンデーションが薄付きで隠したいところが隠せてなかったので、結構コンシーラーでがっつり隠していきます。口元はどうしても女性はくすみやすいので、しっかりコンシーラーで隠してあげてください。コンシーラーを乾かしてぼかしていきます。眉毛を描く前に一旦整えます。今回はこちらのキャンメイクのパーフェクトマルチアイズの白い丸が描かれている部分で眉毛を描いていきます。これはね、ちょっと付属のブラシで描くにはちょっと難しいので、お家にあるアイブロウブラシで描く方がいいかなと思います。眉毛描いたらお決まりのノーズシャドウを描いていきます。ノーズシャドウもね、眉毛と同じ色で描きました。今回ね、いつもとシャドウが違うからなのかな、なんかわからんねんけど、ノーズシャドウね、描くのちょっと失敗したんですけど、ごめんなさい。歌舞伎役者みたいになってね、線もしっかりぼかしていってください。ノーズシャドウが描き終わったら、唇の上にも影を描いていきます。スマイルリップになるように口角にも描いてください。唇の下にも描いてね。これね、キャンメイクのリップなんですけど、全然色がつかなくてどうしようって思って、すいません、こちらのリップを使わせていただきます。全然キャンメイクとセザンヌじゃないんですけど、ごめんなさい。これをね、中央から塗っていきます。すっごいオレンジっぽい色で可愛い色になってます。またまたこちらのアイシャドウの丸の部分をアイホール全体に塗っていきます。次にね、キャンメイクのチーク、これチークなんですけど、アイシャドウとして使っていきます。白い丸の部分を筆にとって、二重幅より少しオーバーめに描いていきます。で、同じ色を下まぶたの黒目の中央ぐらいまで塗っていきます。はい、ではまたこちらのアイシャドウを使っていきます。真ん中の色を筆にとって、こちらをまぶたの両サイドに陰影をつけるように塗っていきます。これ目だけでわかんないけどさ、絶対メイクしてる時の顔やばいよな。見て、バリ白目。はい、同じ色を目尻3分の1にも塗っていきます。はい、ではこちらの一番濃い部分の色を細いブラシにとってアイラインを描いていきます。はい、ハイライトはキャンメイクのクリームハイライターを使っていきます。これね、なんか高校生の時に流行ったんですけど、触り心地がなんかムースを触ってるみたいで結構気持ちいいです。マスカラはキャンメイクのクイックラッシュカーラーを使っていきます。これね、コームの形がめっちゃ特殊で、こういうの見たことないんですけど、めっちゃ塗りやすくて、一本一本しっかり塗ることができます。チークはセザンヌのパールグローチークを使っていきます。これね、マジで推し、やばくない？
めっちゃ可愛くない？これをね、頬にポンポンポンと塗っていきます。結構発色がいいからめっちゃ可愛いですよ。はい、ということで春メイクの完成です。少しでも参考になりましたらグッドボタンとチャンネル登録の方お願いいたします。 Twitter、Instagram、TikTok もしてますのでそちらのフォローもお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。